内的再考とは、比較言語学、歴史言語学において、同じ系統に属する言語間の比較によってではなく、その言語内のある時点での形の分析から、その言語の記録以前の形を推定しこれを構築する働きかけのことであり、また方法のことである。内的再建法とも言う。内的再考では異形態の分析が重要な役割を果たすことが多い。 比較方法では説明のつかない問題が内的最高によって解明されることがある。その一方で内的最高はその言語の選手を部分的に明らかにするだけで比較方法のように祖語を体系的に再建することはできない。内的最高は同系統であるという証明がまだされていない二つの言語同士を比べる際非常に重要な過程になる。 同系統ということは、以前のある時点で同じ形であったということなので、内的最高のみで二つの言語の過去の形を構築してみて、それらが同じになれば同系統であることが証明されるし、ある程度似た形であれば同系統である証明に近づいたことになり、逆に似ても似つかないものになってしまったら、同系統である望みはほぼ立たれているということになる。 ここでもし内的最高を踏まえずに二つの言語の現在の形同士を比べてしまうと、例えば地理的に近い言語同士であるために起こった語彙の借用や文法が似てきてしまうといった、実際に同系統であるかどうかとは関係のない要素も、その類似がゆえに同系統であるという安易な主張の礎になってしまいかねない。方言に適用可能な歴史言語学の最高方法は三つある。 比較方言学と方言地理学と内的再高である。内的再高という方法は一体形内の形態音援論的変化を手がかりに古い音韻状況を再考する方法である。比較方法の本領は文献の残っていない時期についての言語状態の推定にある。さらに比較方法は内的再高や言語地理学と相まって 変化の相対年代についての推定を許す。相対年代は、日本語の方言全体を含めた日本語詞の最構成に役立ちうる。琉球方言の母音については、かつては語母音の区別があったことが証明された。また、山形県鶴岡市では、日本説明次第4.5類の語のアクセントが、日本説明の母音が E、A、O のように広い時に限り、 頭高の例から、小高の例に変化した。ところが、母音優終ある、露もつい霊例に変化しており、例外をなす。このことから、かつては、湯の母音が広かったのではないかと推定される。江戸時代の文献を見ると、湯が世に発音されたことが知られる。ここから、鶴岡ではかつて湯、用の変化があり、この後霊、霊というアクセント変化があったという、相対年代が推定される。 同じように、様々な言語現象の立った相対年代を推定することにより、例えば、東北方言や、鹿児島方言の一部における、母音間の家業多行子音の優勢化は、五段同士の音便系の成立よりも後に起こったと言える。以上、比較方言学の実際の適用例を示してみた。琉球方言も入れると思いがけない成果が生まれる。音韻以外に語彙、5位。 文法についても、構成になるほど使い分けが細分化されるという前提に立って、いくつかの方言体系を比較して古い段階を復元できる可能性があるが、逆の変化もあり得るので、危険である。ありがとうございます。